で、これと二人で分けましょうっていう。ありがとうございます。先にこっちの方が配信しやすいんですけどね。これ。なんかすごい使い方してんな。え、こっちのトイレ、コメント見れへんの。うん、決まったか。うん、もう。こっちの。今日はリサの生誕ティー。へえ、私は全然生誕ティーじゃない。リサは生誕ティー着てる率よりミヒナとアイブが着てる率の方が高い。そう。なんでよくミヒナがリサの生誕ティー着てる日、アイブも着てるから。なんでやろね。劇場じゃない、レッスン場です。なんかすごい。どこのベンチなんかレッスン場に山ほどある椅子。配信します。みんなもリサ映るようにしよう。はい、泉ちゃんバラありがとうございます。あ、脱いだらさくや、どうしよう。配信します。今日の髪型かわいい。メイクしたのさ、メイクしてないとやっぱり変わりますかね、見え方として。え、変わるんちゃう、まつげとアイラインで変わるくない。アイシャドウとかさ、アイライン、そうね、一応軽くしたんですけどね。こんにちは、こんにちは、めっちゃ急でごめんなさい。こんにちは、いただきます。こんにちは。うん、泉ちゃんハートありがとうございます。リサヒエでジャンルで決まりました。あ、そう、ぜひぜひお便り待ってます。待ってます、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 待ってます。2回目ですよ。そうそう、リナヒーで呼んでいただけるの。鈴木密着見ました。姉ちゃんがまた名前あげてくれた。うん、嬉しい。雨部さん、紅茶ありがとうございます。そんなポジション表の上で私はバーベキューソースを開けるほどずぶどくないんだよ。何を言ってるのか。開けます。ナゲットをめっちゃ久しぶりに食べます。ポテト派でナゲットなんて食べないんだ。いただきますよ。そう、3番手でいただきます。おめでとう。ありがとう。今回のジャンルはリモートじゃないかもねって。ほん、うん、え、うん、さっき話してた、どっちがリモートなんやろ。阿部、うん、さん、ハートありがとうございます。え、リモートって聞いてる人から見て、あ、この人リモートになって分かりますか。音質とかそんな感じで、うん、わかります。ヒンゲンさん、バラありがとうございます。あ、確かに。ひなぴもチョコみたいなかかってるバラありがとうございます。わかるって。うん、わかるよ。やっぱさ、ガチマイク使ってやってるやん、うん、現場におる人は、うん、イヤホンやからな、うん、市販のナゲットとポテト食べてます。ポテナゲ食べてます。ナゲット美味しい。あ、こんな美味しかったっけ、ナゲット。感動。あ、反応が遅れるからやって。あ、なるほどね。確かに。アベベさん、ダルマとハートありがとう。スマホ揺れてますね。いいだよね。ハートありがとうございます。あ、ルームその件、ごめんなさい、マジでごめんなさい、もう。いちごありがとうございます。いちご食べたい、マジで。みんなは劇場に行くときはルームスのアクティビティコメントできませんって近重さんに言うぞ、よしって出るんですけど、うん、近重さんが今日おらんことが多くて、なんかおったんやけど、なんか近重さんって言ったタイミングで絶対いなくて。マジでごめんなさい。絶対確認します。次、ゆうりさん、バラありがとうございます。この前の N コメンでね、まこちがバレンタインチョコあげるのはリサヒーって言ってくれたらしいです。うん、意外、ありがとうございます。意外じゃない、うん、まこは意外、めっちゃ、うん、なんかね、ほう、でもね、そう言ってリサヒーが好きって言ったらもうあみあやみに行くなよっていう。あ、はい、なんかほのとかあみとかがあやみに行くのはまだね、許せるんですよ、うん、でもあやみとかさくらは好きって言ったんやったら貫けよというね、感じです。しかもあみも可愛いって言ってくれてた、結構言ってくれてる、うん、ほのも、みんなバラありがとうございます。バラバラ
ね、わかるよ、あんなちっちゃい子らがね、うん、お揃いのパジャマ着てキャピキャピやってたら、うん、かわいいよそりゃ。バラバラバラたくさんありがとうございます。なんかハカパンは最初 DD じゃないと思ってたよ。うん、思ってた。あんまり人に好き好き言わんから、 DD じゃないサクパンも安心だって思ってたら全然やった。ほんまに安心できるの名字だけです。うん、ハートありがとうございます。ゆきみ先生ハートありがとうございます。みおちゃんほんまに好きって言ってくれるけど絶対他の人には言わへんから。みおちゃんだけやな。みおちみおちしか勝たん。私はね、一途の方占わないんですよ。確かに。あ、でも最近愛花さんめっちゃ可愛いって言ってくれるんです。それはリサヒやろ。うん、うまいな。うまいね。あのエスプン上でね、ティオキがレッスン終わりでね、ずっとね靴箱の前でねおったからね、ナコと弥生と愛花さんと私のね4人がおってね、うん、なんか靴を愛花さんは直す変えるから直しにはかなあかんけど、ティオキがおるからドアの前でしててやってそう。私も8金の時もこんなんやってんって話をして、うん、あ、たくさんたくさん。うん、愛花さんめっちゃ人見知り、うん、なんか最初の頃マジ怖かったもん愛花さん。うん、バラありがとうございます。うん、ナベタありがとうございます。もうほんまになんかわかんねん。でも自分が同じ立場になった時にほんまにとりあえずお疲れ様ですと言うけど、もう笑顔を気をつけてね、頑張って笑顔でお疲れ様ですっていうのを気をつけてて、うん、頑張ってるよ。泉ちゃんハートありがとう。もうご飯をおごらせる愛花さん、そう私ご飯行くって約束しましたんで、私愛花さんみんなご来場。あ、ちなみに昨日の葬儀そばのリンク若田さんが送ってみんな無反応で、うん、アミだけスタンプで返してました。その方が全員する。バラありがとうございます。ペインペインさんバラありがとうございます。なんかアミがわーみたいなスタンプで返してた。わあ、どんな心境ですかみたいなね、うん、15日に、ね、M コメントさせていただきます。わーい、みんなも早く出た。頑張ろう頑張ろう。リハーキーに M にね、リハーキーという新しい風を吹かせるんです。はい、うん、やって若菜さん本当におもろいんですよ。ザヒーファンがあやみに手を出すと大変なことに当たり前やんな。うん、それはあの処刑でもほんま処刑はいかなくても、なんかちょっとしかと、うん、ずっと反応が冷たくなっても知らんよ、うん、だってまあケーキに行くこと自体まず論外やけど、うん、あやみっていうのがうちらの中で地雷やから、うんうん、適当してますので、ありがとうございます。そう勝手にな、うん、でもまあバブミとあや草ガキはちゃんと思うね、うん、あやみはバブミ、こっちはクソガキね、うん、言ってるので行かないよってね、行くなよって、行くなよ16日ケイトさん、あ、私見ますって言ったら、うん、させて。そう、私もね一緒に寝たかったのもあるけど、見たかった、ずっと絶対みんなケイトさんをパフォーマンスではケイトさんを目標にしてるんですよ。うんうん、だからもう絶対 B2 出ようと思って、うん、ハートありがとうございます。うん、コンセプトが違うからさ、うん、M 見ても勉強になるけどやっぱ B2 見たら、うんうん、違うから。ハートありがとうございます。ゆみちゃんバラありがとう。バラありがとうございます。なるほど、とわやねでリサヒー VS あやみ企画は愛嬌とかやったら負けるから、うちら、うん、もう喧嘩としてはやる。名前キサやったら勝つで、うん、この子たちはねお疲れ様だけですも可愛いから、うん、ほんまに可愛い、ニヤニヤしちゃう、ほんま可愛い。いちごありがとうございます。バラもありがとうございます。なんかアミアヤ？アミアヤなん？え、あ、そうなの？アミアヤなんや。アミアヤと思ってた。アミアヤということにしましょう。アミアヤ、アミアヤ、アミアヤ。うん、ありがとう。ありがとうございます。
ニヤニヤ分かります言うてもうてんねんけど。はい、ありがとうございます。あやみちゃんショールームでリサヒーさん可愛かったって言ってて、知ってるそれめっちゃおもろい。リサヒーさんがマジでおもろい。リサヒーでいいのに。モチフワさん言ってるもんな、うん、ジモッチャンさんって言ってる。なんて言ってる。ジモさんとモモカさん。あ、うん、リサヒー VS アミヤ、アミヤ、アミヤや審査員アヤピョ。あーもう分かるやん。え、それでもう負けたらな、もう絶好やからやっと、うん、白馬もつけますかね。カップだ、コーヒーカップ T、 ありがとうございます。なんか音がしてる、お化けや。お化け、あかんわ。レッスン上と負けてるんですよ。うん、劇場も出るから。うん、劇場で、いやほんま行くと怖いことあったんですよ。道も選んでるんですよね。ふうわさんとももかさんがおった時代なんですけど、うん、あのおば MC でお化け関係みたいな、お化けにまつわるエピソードを話してくださいみたいな時に、うん、その日の反省会でちょっとMC でお化けとかで言うのはなんか、まあ、過去の事例でお化けの話をしたら急になぜか照明が切れたりとかがあるから、できるだけ MC でお化けの話せんといてって言われたんですよ。怖い、怖い、マジではぁと思って MC の時の反省会で、でその次の公演全員めっちゃミスしててん。あのえ、怖い。だってキャンパチの次の日っていうのもあんねんけど、うん、8期は丸々出てたから失敗してもまあまあまあって書いてないけど、あのあんまり出てない七木さんとかめっちゃなんかミスが多くて怖い。もういつもないやん。もう全員の全員そんなことある？怖い。うん、マジで早いと思って全員で怖いって言って、うん、で私あのクリスマスパーティー時に、うん、それではなんかそれでは終わりたいと思いますみたいになったら、うん、急に後ろの飾りがバーン倒れて、はーみたいな。なんかその時はこれカニさんとか持っては。うん、サンタさんが、透明サンタさんが来たんだね、ははみたいな感じだったけど、うん、自分はもうマジで怖かった。え、マジ B2 さん、飛行機雲が急に切れたりさ、うん、一回 MC 中に照明ついたり、それが立て続けやったもん。一回照明がバーンと落ちて、で、まあそれは反省会で、うん、あれはお化けとかじゃなかったらしいからみたいな、しかしげさんに言われて、で、あ、そうなんやで思ってたら、次、うん、飛行機雲の横を切るどこ、マジかマジやるの。え、おったっけその日。ほら、見ながら話聞いて終わった。あれがあの周年婚の3日前。ああ、うん、めっちゃ固まったもん、これやる、え、みたいな、うん、大変。今日の昼やる声も音響おかしくなかった。えって知らん、え、見てないです。え、知らへん。今日？今日？今日お昼？今日の昼夜。昼夜？分からん。あ、昨日や。昨日？昨日？え、普通に？昨日の YNN も急に落ちてたって。え、怖っ。うん、怖すぎる。マジで怖い。苦手なんですよ、なんか、という噂だけが苦手で、なんか、なんか小学校の林間学校でお化け屋敷みたいなのがあって、まず最初にめっちゃないホラー画像みたいな、夜トイの森のトイレに行って、動画でなんか足がダーッみたいなやつは行けてん。なんでよ。それは友達とえーって言って全然怖くなくて、でその後の道歩くもただただ怖い仮面をかぶったあのスタッフ、あのスタッフやスタッフや先生とか、その泊まってたところの方が怖い顔して立ってるだけで、なんかわーってびっくり言われるのは苦手やけど、そういう怖いのは別にいけたから全然お化け屋敷怖くなくて、その後にあの終わった人から全員でバレエを見てたんですよ、テレビで。バレエのなんか大会をやってたから全員でバレエでおーおーおーって言って、あの、みんながバレエ見に行って先生の話聞かんから先生がめっちゃ怒ったっていう。でも私たちはね、友達とはね別にバレエにそこまで興味があったわけじゃないから、後ろで雑談してたらねめっちゃ怒られたんですよ。巻き込まれました。え、でもちょっとほんまにさくちゃんとりさが怖かった話があって、周年ライブの大きいエレベーターにメンバー全員、あのアンダーライブの日にめちゃめちゃでかいあの業者用っていうのが、なんか荷物が運ぶ用の
やつが動かなくなって、ペンライトありがとうございます、しまって、なんか一回降りようとしてくるのがずっと止まってて、でだるまありがとうございますみたいななるじゃないですか。でもなんかみんなめっちゃビビってんのに、さくちゃんでされてなんかあはははみたいな、まあ止まっちゃった、あはめっちゃ怖かったんけど、あれでもね、普段やったら怖がるのになぜかあれは怖くなかった。もともとなんか普通に正常の時からガンって言うやん、うん、なんかそれの延長って思ってもうみんな死んじゃう、みんな死んじゃうわ、うん、ほんまに怖かった、なんでえみたいな、うん、なんかジュラシックパークみたいだったマジ怖かった。でさ最初さ、うん、そういうさ人がなんか物を運ぶようになるさ、なんかで一般のさそんな関係じゃない人は乗れへんエレベーターって大体ガーンってなるやんか、うんうん、それにめっちゃ最初ビビってた、うん、今はなんともならんけど。野原しんのすけ、のすけさんバラありがとうございます。劇場とかもそうじゃない、うんうん、私投げんかったあれ、うんうん、初めてえって言ったの。たまにエグい音なるやん、なんかドロガシャガシャみたいな、うん、慣れた、なんか、うん、あそこのエレベーターね、Wi-Fi が繋がんないって、モバイルとかも繋がんないから、うん、もうそれだって可愛い。なお、57さん、バラありがとうございます。1本ずつ食べるの受けるって言ってんけどさ、どうやって食べるの1本ずつ以外全部ガーって飲むみたいな。タゲのみきさん、バラありがとうございます。これ L やからな。うん、やっぱり大きい。びっくりした。うん。どうぞ。ありがとうございます。うん。陸上の前電波悪いね。え、それ近いしな。うん。すみま。タゲのみきさん、こうやってありがとうございます。うん、あのポテナビを食べてます。多分人生で初めてポケ投げられました。え、嘘やって。8期ポケ投げ分けがちやもん。うん、だから、それを多分もらったことあんねんけど、うん。自分が行って買ったことあんねん。あ、食べてるちょうだいぐらいやったら、マクドナルドのハンバーガーが好き。エビフィレオ。もうこれは出たね。照り焼きチキンフィレオ。エビフィレオ、マジでこれだけは出たね。なんか今小銭ないから、また、次は後で返します。何が300円、え、え、それで買える、え、違う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 、あ、そういうこと、うん、あ、じゃあ、オッケー、返すわ。でも1000円しかないね、今。あ、じゃあいつか700円返してできる、うん、オッケーオッケー、うん、やった、うん、やもうポテト昨晩とか8期は結構食がね、うん、がめつい、がめつい食に強い、強いっていうか、なんかみんなあのアミの YouTube でやったように、うん、いやだってさ、あれは食べてたけど、いや言って、みんなでもお弁当すぐ選ぶよな、うん、私〇〇がいいみたいな、うん、あれ食べてへん、食べないと生きていけへんもん、うん、なんか一番最初のなんか劇場の説明の時に、うん、冷蔵庫に名前アイス入れた時は名前書けみたいな、うん、お弁当は先輩に絶対最初聞けみたいな言われて、うん、なんかもうダンスでできひんよりも怒られるからみたいなこと言われて、うん、なんかダンスで初めてのまたぎで失敗たくさんしましたよりも怒られるからみたいな話をされて、うん、どういうことやろうと思ったらこういうことでした、うん、でもなんか何でもいいよって言ってくれるよね、意外とみんな、うん、優しい、でも絶対聞くけど、うん、写真撮ってお弁当屋さんする、お弁当屋さんなんだかんだ楽しいね、でも10人やったら多いから、ちょっと3人ぐらいの時はあるんだけど、わかる、ご飯いっぱい食べてるって、食べへんの、今日ラーメン食べに行くねんけどな、夜ご飯みんな、今日朝ごはんたこ焼きやったから、今日の朝ごはんの芋ブリュレ食べました。芋ブリュレ、あれ朝ごはんな、お昼ごはんかな、朝食べてない、うん、だって朝起きてないねんもん、分かるよ、私も今日起きたの11時で、
12時に起きた。しかもお母さんに起こされてやからさ。うん、いつもよ。起こされへんかったら多分2時ぐらいまでね。そう、同じ。ヒエールの助かれるんですね。でもクソだけやったらさ、ヒエールの次の日とか学校行ってるすごくね。うん。ヒエール連続の自分すごいなと思ってます。一回やったぜ。あ、すか。いいな、伝説、メンズいっぱいあるわ。公演慣れてない時にさ、コンサート3日前とキャンプの次の日やってるみたいな、最強やね、うん、初めてがね、初めてのコンサートがマジでなんかもうコロナのせいでいろいろやばすぎたんで、うん、コロナのせいですから、うん、お弁当でパイナップルの誘惑に負けなかった2人。パイナップルなんかあのお弁当に入ってるやつなんか負けないんですよ。そう、なんかお弁当に入ってるパイナップル好きじゃないんですよ、うん、なんか甘くないやん、なんかちょっとおかずのさ味さとか香りとか吸い込んでさちょっとしょっぱくなるじゃないですか、うん、だからね甘いねパイナップルじゃないんです。生粋のパイナップルじゃないからあれは。ゆきのがよくパイナップルとかトマトとか間違えてチンして、うん、いつもやれてる。トマトパイナップルチンした。今日はミスの新作買ってきたからデザートいただいて楽しみ。いいな。そう、そう、酢豚に入ってるパイナップルもない。私的には。ポテサラのリンゴもない。私的には。ポテサラのリンゴもないわ。あの普通のサラダのリンゴやったらあり。なんか普通にサラダにリンゴ果物入れないでって。だってさレタスとかの中やったらよくない。馴染むくない。ポテサラはちょっと嫌やねんけど。だってレタスの上にドレッシングかけるやん、マヨネーズかけるやん。いや確かに。それが嫌やね。ハンバーグに乗ってるのもない。ハンバーグ。ハンバーグに乗るんや。パイナップル、パイナップル。パイナップルハンバーグ乗るんや。我が家は乗らないですね。違う、普通にさなんかお店行ったらあんなハンバーグお店食べへん。意識的にな。そんなチーズインハンバーグ早くある日な、はい、ありかな。チーズインハンバーグ、あーそう、果物は結構冷たい方が好き。なんでもひんやりとした冷たい、それはそう。冷凍でもいいぐらい。わかる。冷凍フルーツ好き。冷凍いちごまでで美味しい。うん、アップルパイは食べさらにみかん。アップルパイもアップルパイ好き。アップルパイは絶対あの短いじゃない、熱いのより冷たいの方が好き。マジで。ホットアップルパイあんまり好きじゃない。多分ホットが好きじゃないね。あのなんかホットなんちゃらティーとかも絶対氷入れる。入れたな。昨日入れた。なんでティーに氷入れてますやんと思って。みんな入れてたくない？リサ以外全員入れてたくない？マジで？マコも入れてたし、サクラも入れてた。公園が寒いから飲んねんで。熱って言いながらみんな氷入れて。びっくりして。昨日ね、なんか公園のなんかケータリングっていうかな。差し入れでね、なんかあのキャラメルマキアードとか抹茶とかなんかあったかいレモンティーとかね、うんうん。あったかいやつがいっぱいあって、それを作ってたんですよ。基本的全員できたからさ、うん、リサだけさ何ミリってどのぐらいとか言ってんのにみんなさ紙コップにジャーッだから月日私もジャーッて入れたんですけど、160ミリは関係なく。そうで飲んでピーチティー飲んで暑いなーって言ってみんなで氷3つぐらい入れて割り箸半分こして割り箸半分こしてこうやって混ぜてた。そうなんですね。やばい、もうめっちゃ美味しかった。マキアートってさ苦くないな。キャラメルやからかもしれへんけど、私キャラメルマキアート飲んだんですけど、まあ苦くなくて嬉しい。みんなはピーチティー飲みました。マジでピーチティー大好き。ティーやん。ティーが好きやね。ワイルドやって。なんちゃらなんていうのあれ。ティー？なんちゃらティーが好きで、あのラテとかは苦手。ミルクティーとか、ミルクティーは苦手やわ。上にミルクティーがありますね。上のやつがみんなレモネードとレモンティーしか飲んだことない。アイスホット飲んだことない。でカフェオレ飲んで泣いた。苦くて。だってこの人ねレモンティー苦いやんとか言いながら飲んで、なんかさマジで苦いっていうかティーの味するやん。だからティーがティーやんだ。そうだから自分はティーが苦手なんだってことを知った。タピオカミルクティーはそれやったらピーチティーがいい。ピーチタピオカピーチティーとかがいい。ミルクティーはあんまり選ばへん。なんかもうミルクティー自体は飲まへんからタピオカも飲まへん。黒糖マジ、うん、化石そう昨日公園でサクパがタピオカみたいな話をして裏でマコと話しててその時に、うん、タピオカマコもなんか今日タピオカ飲みたいなって言って、うん、私タピオカ飲んだことないねん。マジマジってなるよ。化
化石本当に。タピオカ飲んだことないんや、うん、え逆にさ売ってないもん。いや一時期めっちゃ売ってて駅にやってんけど、でもそんなえスーパー売ってるで。ミルクティーやん、それはタピオカミルクティー売ってるやん。タピオカで売ってないやん。タピオカで売らんやろこれ。これはあの行数に売ってた冷凍タピオカ。えマジで、うん、そうだからタピオカ飲んでみたいなって。もタピオカ自体は興味あんねんかな。ムニムニしてムニ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 なんか知らんけど。えだから普通にさあるやん、ナンバーとかもその辺に。えそう分かんないけどミルクティーやん。いやミルクティーじゃなくてもゴンチャとかさピーチティーとかいろいろあるで。なんかジュース系も、マジでねえありますよね。10円パン10円パンも食べたいねん。知ってる？え、ちょマジで行こうや。小さい虫ぐらいにあるさ、うん、なんかパン10円の形のパンしてた中にチーズが入ってるね。うん、おいくら10円なわけないやろ。500円なんで、え500円。ここった違うめっちゃでかいね。あーなるほどね。まこがケイドさんと言ってた。またバレンタインなんでね、気が向いた時にチョコ作ります。私はナンバならシンプルゴンチャが好きって。そう、サクパンとかゴンチャ言ってるよな。うん、1回やのね。めっちゃでかいのかって。みんなでね、結構真剣な話をしながらね帰ってて、そしたらタクパンがちょっとごめん待っててって言ってね、どこ行くやと思ったんで全員でね、うん、ついてたらタピオカ屋さんで、ね、一人で並んで買ってね、お待たせって言ってた。やばマジでおもろい。もうそれでみんなな、ちょっと気分マイナスやってんやんか、全体的に怒られて、うんうん、なのにタクパンだけタピオカ飲んでウキウキタピオカ飲んでもうマジで美味しいタピオカって言いながら電車でね行ってましたね。えだってさ、マジでサクパンのタピオカに対する行動力が、うん、みんなとサクパンでアイス食べたくねって公演終わりに、うん、行こうやみたいな。だってあのアイス行こうみたいな、うん、普通に近いし公演疲れたから行こうって言って行こうとして準備しようとして、ちょっとそうちょっと自分タピオカ食べに行こうみたいな。お疲れ様です。お疲れ様です。あ、6時にやった。あ、なるほど。じゃあランキング読んで終わります。食べ、うん、みんなが読み終わったらいつも始めます。13位さぎのみきさんありがとうございます。お疲れ様です。12位なおな、え、すいません、なお57さんありがとうございます。11位あっこちゃんさんありがとうございます。10位ぶんのさんありがとうございます。9位ひろしさんありがとうございます。8位タカさん、えありがとうございます。7位ヤキノリ先生さんありがとうございます。6位ひなぴんありがとうございます。キム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 。5位まゆかさんありがとうございます。4位キンキーさんありがとうございます。3位あべべさんありがとうございます。2位野原しんのすけのすけさんありがとうございます。そして第1位泉ちゃんありがとうございます。ということで終わります。バイバーイ。あ、綾乃さんありがとうございます。